3月のライオン、前編洗面器にお湯をため、冷え切った足元を風呂場で温めている姉さん。風呂場のドアは開けっぱなしで、部屋を片付けているレイに話しかけるなんでこの町にしたの川が広くて、きれいだったから。<皮> <laughs> あんた顔とか好きだったんだ。へえ、何年も同じ家で顔をつき合わせてて、あんたのこと何にも知らなかったってわけ。足をタオルで拭き、風呂場から出てきた姉さん。そうだよ。何も知らなかったんだ、姉さんは。ずいぶん偉そうに言うじゃない。 私から逃げたくせに部屋を物色しながら一面川が広がる窓の方へ行き外を眺める姉さんレイはどこか落ち着かないへえいい眺め姉さん終電があんたが帰ればあの家にその方が父さんも喜ぶし。 外を眺めながらそういう姉さんを見つめるレイてかおめでとうお父さんに勝ったんでしょう。フ <laughs> 惨めよねかっこ悪そう言いながらベッドに腰掛ける姉さんレイは苦しそうな表情を浮かべ床に座る。 ねえなんかシャツ貸して眠たくなっちゃったその場でシャツを脱ぎ出す姉さんに慌てて T シャツを差し出すレイお父さんと喧嘩したの姉さんに背を向けながら話すしてないっていうか会ってないずっとじゃあまだあいつといんの